私困っております。はい、こんにちは、ともチャンネルです。いきなりね、冒頭から困ってますって。困りますもんね。何に困ってるかというとね、うちの嫁が片付けらんないんだ。これがまあほんと片付けらんない。例えばね、食器を洗ったものがね、まあ片付けらんない。例えばね、洗濯物もう片付ける以前にまあ綺麗に干せない。もう本当にね、散らかりっぱなしで片付けたと思えば隅に寄せただけとかね、そんな感じですよ。片付けらんない。そして気づけば物が増えまくってるとね、いう感じでございますけども、なんで片付けらんないかっていうのがね、まあ、よくわかんないんですけども、片付けらんないから物が増えてきて、増えてきたから収納棚を増やすというね、悪循環に今陥っております。最悪でしょうこれね。物が増えて、で収納棚を増やして、部屋をね狭くして、で狭くなったから物がね増やせない。まあ増やす必要ないんだけどね、物が置けない。どういった理屈からそういう風になるのかちょっと分かんないんだけどね。まあこれが本当にね、理屈に合わないこと言うんですわ。でもって部屋がね、結局のところ最終的には私が片す、そして食器もね私が洗って私が片す、そして洗濯物もね適当に干すもんだから乾かないものが出てきてね、最終的に私がちょっと綺麗に直すとかね、そんなことをやっておりますよ。もう本当そうですよ。まあ困った。まあ私が困るわけではないんですけども、まあ困ってますね。でもね、なんでそうなのかなと本当ね考えるとね、もうそこには片付けられないっていう一言がね出てくるんですけども、ね、これはねもうみんながこう誰しもが思い当たる節があるんじゃないかなと思うんですよ。使うんじゃないかなと思ってね、物を取ってくるんですよ。でもう1ヶ月2ヶ月使わないでほったらかしになってるのもあるし、そういうのを見てね、これも使わねえんだったら捨てるよっつって言うと、まだ使うかもしれないからっていう言葉がね返ってくるわけなんですね。確かに使うかもしれないけど、もうね2ヶ月もほっといたらね、多分1年使わないですよ。そんなものがあるからもうこれ捨てるよって言うと、ダメっつってね、物が増えていくわけなんですよ。これは本当に困ったぞと。でもってね、収納棚をこう増やす、で洋服が増えてきたからチェストを増やすってね、なんか言ってたんですけど、まだ買ってないみたいですけど、洋服が増えたってどんだけ1日に着替えるんだってぐらいね、1日の洗濯物の量がすごいんですよ。びっくりするぐらいすごいですからね。私がね仕事で帰ってきて1日1着、洗濯物出しますよね。なんで洗濯物を干した時に、私の洗濯物はもちろん1着であるんですね。で子供も、まあ、保育園行ってるので、まあ、保育園行ったものと、あと夜寝てたものとか、そういったものぐらいで、まあ、大体2着もしくは汚してきたからって言って3着あるぐらい。ただ嫁の服がね、なぜか1日7、8着あるんですよね。これが何をどうやったら1日7、8着分もね洗濯物が出るのかっていうのがちょっととても不思議なんですけど、まあ服が多い、服が多い。まあそれは女の人はねしょうがないかもしれないですけど、それにしても服が多い、てか洗濯物が多すぎる。びっくりしますよ本当にね。それでいて洗濯物をね、乾くように洗濯を干さないっていうのがあって、重ねて干すんですよね。洗濯物を干すのがねできないんですよね。まだ洗濯物干す
洗濯バサミ開いてるのにそこかけないで、干しやすいように、自分が干しやすいようにね、干してるだけなんですよ。だから重ねて干すんですよね、物を重ねて。これじゃあ物も乾かないしね、洗濯物が多いから次の日にまたいで洗濯物干してるわけなんですよ。なんでそうすると1日7、8着出てきたらまたもう洗濯物が増えるでしょ。なんで、ね、洗濯物8割は乾くけど残り2割は乾かない状態でもう1回干してる状態なんですよね。だから効率悪いってなんたってね言うわけなんですよ。こればっかりは多分ね言っても治んないんでね、もう何も言わないんですけど、こういったことありますかね、どうなんでしょう。そんな感じだからもうね、洋服の洗濯でそれですから、家にあるものはもう本当にたまる一方、使わないものがたまる一方なわけなんですね。だから物が増えて、そして物をしまうために収納棚を買って、で収納棚がまたいっぱいになったら今度置くとこがないって言って、また物が増えるという、ね、悪循環ですよ。本当に悪循環、これどうにかならないかなと思うんだけどね、まあどうしようもないだろうね。はい、ということでね、私今困っておりますっていうのはね、そういったね、嫁が勝たせないというのがね一番困っております。物が増えて困るのは私じゃないんでね、そうそう、物が困って困ってんのは嫁なんですよ。物が多すぎてどこにしまったか分かんなくなってで出てこないからもう一回物を買うって、それも悪循環ですよね。まあ本当物が多くてね、しまえない、片付けられないっていうのは、いい方にことがね進んでいかないっていうのよく分かります。これでね、でもって気がついた、そのね、その時気がつかない出てこないものは、何ヶ月かして出てくるとかね、そんな感じですからね。はい、ということでね、今回は、私が困っていること、片付けられない嫁ということでね、お話ししましたけども、この動画がねよかったらグッドボタン、そしてチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。